本気役員室だ。皆さんこんにちは。こんにちは。商店様に使える商夫婦です。今日もよろしくお願いします。お願いします。神棚の大掃除、12月13日はすす払いの日です。今年も年末の大掃除の日が近づいてきました。毎年12月13日はすす払いの日と言われています。しかし、もちろんお仕事などで都合の悪い方など無理をしなくても大丈夫です。このあたりを目安に年末の神棚の大掃除を始めましょうというお話をしたいと思います。12月の最終週までには神棚の大掃除を済ませましょう。神棚は毎月あるいは数ヶ月に1回はある程度掃除をしているという方が商店信者様に多いようです。とても良いことです。商店様はとても綺麗好きです。商店様の神棚が埃だらけでは願いは叶いがたしです。できるだけ清潔を心がけてください。そのように毎月掃除されているという方は、それほど神棚が汚れていないという方も多いとは思いますが、年末の大掃除は商店様のお札やお宮などの埃を払う特別な掃除です。年末にきれいに大掃除して、気持ちよく商店様に新年を迎えていただきましょう。商店様の神棚の大掃除をする日は特には決まっていませんが、一般的な神棚の大掃除の日は12月13日がすす払いの日と言われていますので、その日を目安と考えていただき、皆様のご都合に合わせて大掃除の日程を組んでいただければ OK です。お正月の前に大掃除といえば、大掃除後にお正月飾りを飾られる方も多いのではないでしょうか。商店様にお正月飾りの鏡餅をお供えするという方も多いようです。そもそもお正月は年神様を迎える行事です。昔から毎年お正月には年神様と呼ばれる神様が各ご家庭へ訪れると言われています。その年神様を迎える準備がお正月飾りです。商店様はあなたのお家にいらっしゃいますし、常に守ってくださっています。ですから年神様を迎えるお正月飾りとは関係はありません。商店様に喜んでいただく正月のお供えとして鏡餅をお供えされるというお家は、お餅ですからもちろん OK です。また、商店様に鏡餅をお供えしないという方も別に問題はありません。どちらでも構いません。お正月飾りを飾るというお家の方は、六曜、よく言われる仏滅や大安などを気にされる方は多いようです。縁起物はできるだけ良い日にという方が多いようですので、まとめてみました。まず一番多い仏滅を気にする方は、2021年の仏滅は12月15日と21日と27日ですから、その日は避けてお掃除してお正月飾りを出すのがいいでしょう。他には年末から順に説明しますと、31日は葬儀と同じ一夜飾りとなり縁起が悪いのでダメと言われています。30日は2021年は戦勝なので、午前中にお掃除してお正月飾りを出すのは OK です。29日は二重の苦しみに通じるのでダメです。28日が2021年最後の大安なので、この日に掃除してお正月飾りを出すのは OK です。それより前は12月16日、22日が大安です。大安にという方は、16日、22日、28日にお掃除をして、お正月飾りを出しましょう。商店様のお掃除だけと言われる方も、良き日を選んでお掃除されるという方が多いようです。気にされる方は参考にしてください。掃除道具として用意するもの、清潔な雑巾2、3枚、商店様専用の新しいものをご用意ください。柔らかいブラシ、ほこりを払うために使用します。白い紙、和紙かコピー用紙など用意してください。あと、口に加える和紙、
あるいは新しいマスク、こちらを用意してください。掃除手順。まずは身を清めます。本来は沐浴で身を清めてから始めるのが一番良いのですが、なかなかそうはいきませんので、掃除を始める前に身を清める意味で手を石鹸で洗い、口をすすぎます。お清めという意味合いで塩水でお口をすすがれる方もいるようです。お札やお宮に直接息がかからないように、和紙を加えてお掃除するという方法もありますが、使い捨ての新しいマスクを使用される方が簡単です。商店様に、この場合、お札やお宮に直接息がかからないように配慮して掃除を始めます。まずは手を合わせ、商店様に掃除をする旨をお伝えしましょう。いきなりお札やお宮を動かしてはいけません。お札やお宮の移動先を決めます。この時の注意点は、床に直に置かないということです。あくまでも掃除中、商店様に移動していただく場所ですから、どこか良い場所を選び、白い紙、和紙やコピー用紙などを敷きます。移動先が決まり、白い紙を敷いたら、商店様のお札、あるいはお札をお祭りしているお宮を神棚から移動させ、白い紙の上に移動していただきます。商店様に移動していただいたら、神棚の寝具をすべて一度お下げします。神棚の上が何もなくなったら、神棚を拭いていきましょう。白木で作られている神棚の棚は、水拭きはしません。カビや歪みの原因となります。乾いた雑巾で拭き掃除をしましょう。周りの壁などの埃も忘れず払いましょう。濡れティッシュなども使用しない方が無難です。水拭きのできる素材の場合は、まずは濡れ雑巾で拭き、乾いた雑巾でしっかり空拭きをしましょう。お札、お宮の埃を払う。お札の埃は用意した商店様専用の柔らかいブラシなどで埃を落とします。この時のブラシは100円均一などのメイク用のブラシなどでも構いません。直接、ふーっと息を吹きかけて、商店様のお札や商店様のお宮の埃を吹き落としてはいけません。お札をお祭りしているお宮も一度お札を取り出して、細かい細工部分まで商店様専用の柔らかいブラシなどで埃を落とすようにしてください。寝具のお掃除、その他寝具、ろうそく立てやお線香立てなども素材に合ったやり方できれいに掃除します。すべてがきれいになったらお札、お宮、寝具を戻しましょう。まずは神棚に商店様のお札をお祭りしているお宮をお戻りいただきましょう。元の場所にお戻りいただけたら、その他寝具も元の位置に戻します。掃除が終わったら商店様にご挨拶してください。お正月飾りを飾るなら、掃除をした後、正月用のお供えを備えてください。商店様のお札は商店様です。そこに宿ってらっしゃいます。多少やり方がどうのこうのということよりも、何より商店様に敬意を払い、日頃の感謝の意味を込めて、丁寧にお掃除させていただくという気持ちが大切だと思います。さあ、今年もあとわずかです。あっという間にお正月です。商店様の神棚の大掃除の日を決めて、気持ちよく商店様に新年を迎えていただくために、大掃除頑張りましょう。今日は以上です。今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。今後とも商店様に仕える商夫婦よろしくお願いします。よろしくお願いします。